2021年の第2回9、では32番ですね。 What was surprising about ancient Romans' attitudes to bears? で、何を聞かれてるかっていうと、まあ、何が What was surprising? まあ、驚きのことだったのかと、まあ、特に何に関してかというと ancient、まあ、古代のローマの人たちの態度ですね。ビアード、顎ひげに対する古代のローマの人たちの態度、これについてまあ注目しながら、まあ、何が驚くべきことだったのかということを意識しながら読んでいきますと、この段階でまあ選択肢見なくてもいいと思いますね。はい。はい、では第3段落ですね。What is perhaps more surprising is that attitude to bears have not only varied from culture to culture, but also from time to time. The ancient Romans, for example, never shaved their faces until about 100 BC. Then bears became unpopular, and for about 3 centuries, important Romans never had beards. However,Bears suddenly became fashionable once more. A similar thing happened later in Europe. Bears became unpopular in the 17th century, and men shaved their faces until around the middle of the 19th century. From that time, men in Europe started to grow long beards again. はい、では行きましょう。What is perhaps more surprising? これが主語ですね。まあ、これおそらくっていう、まあ、付け足しですね。おそらく。What is more surprising? まあ、より驚きのこと、驚くべきことだのはっていうのが主語ですね。まあ、おそらくもつきますよね。おそらくよりまあ驚くべきことはっていうのが主語。長い、難しいですね。それがざっと以下ですね。何が驚くべきことだったのかっていうと、attitude to bears。まあ、顎ひげに対する認識とか態度っていうのが、have not only varied。これ not only, but also 構文が組み込まれてます。not only a, but also b で、a だけでなく b もっていうことですね。まあ、とりあえずあるなっていうのを思い出しつつ、これまあちょっと無視して考えると、have varied。この attitude が、have bellied 現在完了で変わったってこれ意味ですね。 belly っていう変わる変化するっていう動詞の過去分詞形 have bellied 変わった。どんな風に変わったかっていうと from culture to culture、 まあ文化とか文化によってまあアティチュードが変わっていったよと、で not only a battle 走行文を付け足すと、このまあ文化から文化によって変わっただけでなく but also をタイムトゥータイム、まあ、時代時代によっても変わっていきましたよっていうね、文章ですね。これなかなか難しいですね。うん、これすごい難しい文章ですね。はい。で、The ancient Romans、まあ、古代のローマの人たちは、例えば彼らは never shaved their faces、まあ、顔を、まあ、剃らなかったと、until 何々までずっといつまでかっていうと、まあ、およそ about 100 BC で、until 何とかまでずっと、何とかまでずっと about、まあ、約、まあ、100 BC まで剃らなかったって言ってますね。で、then bears become unpopular、 beard、顎ひげは became、ね、became unpopular、 まあ不人気になった、 unpopular、 popular の反対ですね。そして for aboutthree centuries、 まあ3世紀300年の間ね、不人気になりましたと。そして important Romans、 まあローマのまあ重要な人たちですね、重役たちは never had beards、 まあ持たなかった、ビアードを、顎ひげをまあ持たなかったですよと、however、 しかしながら、beards は suddenly、 突然にとかね、突然 becameFashionable once more、 まあ突然ビアードはファッショナブルになりましたと。まあ once more というのはまあもう一回みたいな感じですね。以前にもありましたよっていうことで、similar thing、
まあ似たような出来事が happened 起こりました。いつかっていうと later in Europe。まあ後にヨーロッパでも似たようなことが起こりましたよと。で見ていくと bears became unpopular。まあヨーロッパでもアゴヒゲが不人気になりましたと。いつかっていうと in the 17th century 17世紀ね17世紀に不人気になりましたと。そして and men shaved their faces。 まあ男性たちは顔をまあひげをね剃りましたと。 until 何々までずっといつまでかっていうと around まあおよそ the middle of the 19th century ね19世紀のまあ middle 中頃まで19世紀の中頃までずっとひげを剃ってましたよと。From that time その時から men in Europe まあヨーロッパの男性たちは started 始めたと。何をっていうと to grow long beards again まあ grow まあ育てるですね。まあ長いひげをまあもう一回育て始めたっていうことです。では32番の選択肢から見ていきましょうか。1番 The Romans thought that important people should not be allowed to grow them、ローマの人たちは thought、think の過去形ですね that 以下を思っていましたと。 important people まあ重役大切な人々重役は should not be allowed これ allow は許すですね許されるべきではないとto grow them. them っていうのは、まあ、あごひげですね。あごひげを、まあ、育てることを許されるべきではない。つまり、あごひげを持ったらダメだって思ってたと。それは、まあ、書かれてないですね。なので、×です。で、2番。Roman boys would never shave their faces until they had grown long beards. で、まあ、ローマの少年たちは、まあ、だろうですね。まあ、なんとかだろう。決して、shape。まあ、彼らの顔を、まあ、剃らないだろうと。いつまでかっていうと、they had。これ、加工完了かな。had grown。まあ、少年たちの髭が長くなるまで。長くなってから剃る。ということですね。これも×です。ローマの、まあ、少年の話とか出てきてないですね。はい、3番。Beards were unpopular for around 300 years before becoming popular again と。まあ、あごひげは、were unpopular 不人気であったと。まあ、300年間不人気であったと。before becoming popular again。まあ、再び人気になる前、300年間、ビアド、あごひげは人気なかったですよっていうことですね。これは正しいです。この記述はありましたので、これが正解となります。で、4番。Their attitude had an effect on fashions in Europe during the 17th century. まあ、彼らってこれローマね。ローマのアティチュード、ビアドに対するアティチュードっていうのは、had an effect。これ、熟語ですね。have an effect on で、まあ、主語は何々に対して、影響力があるとかね、影響があるっていう意味がありますね。なので、このアティチュード、ローマの人たちのあごひげに対する認識、態度っていうのは影響力を持ってたと。ファッションに対して。ヨーロッパで、いつかというと、デュアリング、17世紀ね、こういった記述はないので、これは×です。別にローマの人たちの、まあ、認識が、ヨーロッパでファッションに影響力っていうのはね、ないです。はい。なので、×です。はい。では、33番ですね。The World Beards and Mustache Championship。まあ、このは、なんでしょう。まあ、WBMC。これに関してですね。これに関して、まあ、問われていると、正誤問題ですね。まあ、こういう問題が一番難しいですね。これに対して、まあ、全部読んで照らし合わせなきゃっていう。まあ、ならないのね。で、ギリギリその英検ね、2級に受かりたいなっていう人はもうこういうのはね、もう捨てていいと思いますよ。うん。こういうのが一番時間かかるんでね。満点取らなくてもまあ受かりますのでね。はい。はい。では第4段落。In the 20th century too,
Beers became unpopular in the 1930s, only to come back again in the 1960s. Recently, beers have become popular again among younger men in Europe and North America. This has led to the creation of beer clubs. These are groups of men who get together and compare their beers. Some of these clubs decided to start the World Beers and Masters Championships, WBMC, which are held every 2 years. In 2017, the WBMC were held in Austin, Texas, and 738 competitors from 33 countries were involved. The event even included competitions for fake beers in which women could participate.まあ、まず20世紀ですね。20世紀において、20世紀においても、アゴヒゲはアンポピュラー、まあ、不人気になりましたと。いつっていうと1930年にね、一回不人気になりましたと。で、only to come back again in、まあ、1960年に、まあ、また人気になりましたよ、っていうことですね。で、recently、最近、まあ、beers were have become、これ現在完了ですね。まあ、beers become 何になったかというと、popular、また、まあ、人気になりましたと。で、まあ、どこでっていうと、among younger men、まあ、若者の間でね、どこでっていうと、in Europe、ヨーロッパと、ノースアメリカ、北アメリカの若者に、まあ、人気になりましたと。で、この出来事は、this has led、これも現在完了ですね。これは lead の過去形 led ですね。これは導くっていうような、ね、意味がありますね。まあ、このことが何を導いたかっていうと、the creation。creation は創造とか創設とかなんかそういう意味があるんですね。the creation of beers club。まあ、その beers club っていうのがの創設、創造につながったって言ってるんですよ。この人気にな、もう再び人気になったっていうことが何につながるかっていうと、creation。まあ、創設、創造。beers club の創設につながりましたと。で、these are、これらは these are group ですと。group of men、男たちのグループですと。で、どんな男かっていうと、関係代名詞で、どんな男かっていうと、who get together、まあ、集まって、and compare、これ比べるですね。彼らのあごひげを、まあ、比べたりすると。そんな男たち。で、some of these club、まあ、その中の、この beers club、まあ、複数形なんで、いくつかあるクラブの、いくつかが、some of these clubs が decided to、決めましたね。to 以下することを決めたと。何を決めたかというと、start、この、まあ、WBMC っていう、まあ、なんか大会をね、始め出したんですよ。で、これはどんな大会かっていうと、which 関係代名説明してて、これは、which are、held. これは hold の過去形ですね。開くとかね。受け身なんで開かれますと。これらは開かれる。every 2 years。まあ2年おきに開かれるんですよと。で、2017年に WBMC は were held。まあ開かれましたと。in Austin っていうところで。テキサスの Austin っていうところで開かれましたと。それで738の competitors。まあこれ競争者みたいな意味ですね。まあ、まあ参加者とかでもいいと思いますけどね。とりあえずまあ738人がまあ参加して、from 33カ国からね。で、were、まあ、これね、738人の competitors were involved。まあ、巻き込まれるって意味ですけど、まあこれを含めてまあ参加したみたいな。競技者が involved。参加しましたよって意味ですね。で、そのイベントは even、これ強調ね。そのイベントはまあさらにみたいな意味。イベントはincluded、まあ、何を含んでいたのかっていうと、コンペティションですね。これはまあ競技っていう意味ですね。これ、コンペティターズが競技者たちね。これ、コンペティションズが競技。まあ、競技含んでた。どんな競技かっていうと、for fake beers。fake は偽ね。偽ひげの、まあ、なんか競技がありましたと。で、さらにこれ、in which で、説明してます。
さらにまあ詳しくどんな競技かっていうと、それらは女性が参加できる競技だったんですよ。ニセヒゲだからね。はい。で、まあ最後の文章がちょっとややこしいので、これだけ読めていきたいんですけど、まあちょっと抜き出すとね、The event included competitions、まあ、for fake beers ね。で、in which woman could participate。まあ、そのイベントは、まあ、女性が参加できる、まあ、コンテストね。まあ、試合とか、競技とか、まあ、ニセヒゲのね、うん、が含まれていましたってなるんですけど、これ、まあ、in which、これ関係代名詞ね。これ、前置詞を含む関係代名詞なんですよね。これ、まあ、なかなか難しいんですけど、まあ、ちょっと、文法知識ない方は復習してください。前置詞を含む関係代名詞でググったり YouTube で調べるとなんか詳しい説明出てくると思います。これはまあ二文が一文になってますね。で、その一文っていうのが The event included competitions for fake beers と。まあ、そのイベントは、まあ、ニセヒゲのコンテストをまあ含んでいましたよっていうね、一文。ここのコンペティションですね。と、もう一つ。もう一つの文章が、women could participate in, participate in で何とかに参加するというね、熟語、イディオムですね。この in が大切。participate in competitions, まあその競技ね、for fake beers. まあ女性たちは、まあ、ニセヒゲのコンテストに参加することが、まあ、できましたね。できました。で、ここの、まあ、in competition ね、participate in の in のコンペティションと、ここのペンティションが一緒なので、ここをね、一緒にできるんですよ。で、どんな風に一緒にするかっていうと、in は絶対残すんですよ。in を残して、ここのコンペティションが一緒だから、which になって、二文をこんな風につなげれます。ってなってるのがこの文章ですね。ちょっとまあ詳しく、まあ、もう一回復習してみてください。ゆっくりね、紙に書いたりして、なかなか難しいですけどね。これがまあ、スラッと読めるようになってくると、まあね、いろいろ難しい文章も読めてくるかなと思います。はい、では問題で、選択肢見ていきましょう。1番が、このまあ、WBMC っていうのが、led to the creation of a number of beard clubs と、lead、導くの過去形ですね。この WBMC が導いたと。何に導いたっていうのかっていうと、to the creation、まあ、創設、創造とかね、作られたとかそういう意味ね。何が作られたのかというと、まあ、いくつかの a number of beers club の、まあ、創設とか創造につながったと。これは違いますね。これ逆ですね。まず、beers club っていうのが、まあ、できて、彼らが、この WBMC を作ったので、これ逆です。間違いですね。で、2番。この WBMC っていうのは、have special categories to allow women to take part。まあ、持っていました。スペシャル、特別なカテゴリーを持ってましたと。まあ、どんなんかというと、to allow woman。allow は許すですね。女性、許す。to 以下を。take part これ、参加するって意味ですね。女性を許す。参加することをね。これは正解です。女性がまあ参加できる、参加を許されるようなカテゴリーがね、ありました。このフェイクビアードって。なので、これ正解です。で、3番。この WBMC っていうのは、are held every year in the city of Austin in Texas。これは、every year が違いますね。まあ、場所は合ってますが、2年後期って言ってましたね。なので、これ×です。最後、この WBMC っていうのは、were cancelled in the 1930s and returned in the 1960s。まあ、cancel されたね、とは言ってないですね。こういう記事じゃなかったので、これは、×になります。